お待たせしました。京都大学の塚原です。今回は年少者対象の多言語教育成立の条件というタイトルで、アランダニというところにおける語言語教育の例をお話ししたいと思います。アランダニというのは、スペイン・カタルーニャ自治州の北西端、フランスの国境沿いにあります。歴史的な経緯から一定の自治権を有している共同体です。面積は633平方キロメートル。人口は1万194人。人口のおよそ半分は、経済の中心地、行政経済の中心地であるビエリアというところに、住んでいます。これがこの、ビエリアの写真ですけれども。現在は非常に観光が盛んで、特に冬、冬季になると良質な雪に恵まれたゲレンデを目指して、スペイン国内やフランスから多くのスキーヤーが押しかけるという場所になっています。アランゴと言っていますけれども、アランゴというのはアランダニにおける公用語ですけれども、アランダニにおける公用語というのは、今言っているアラン語、それからカタルーニャ語、スペイン語の3つになります。アラン語というのは、いわゆるオクシタン語のガスコーニュ方言の1形態、1バリエーションということになります。もちろん、なおかつアランダニの固有言語ということですけれども。アランダニの言語状況を言語調査2つから少し見てみたいと思います。2008年に行われた調査によると、第一言語、生まれて最初に習得した言語という意味ですけれども、第一言語としてアラン語を持っているのは、15歳以上人口の22%程度、カタルーニャ語が15%ほど、スペイン語が37%で、ガリシア語が6%弱で、それ以外が15%というふうになっています。その他が15%で、5.6%というのは、よくわからないというか、あるいはその組み合わせだったり、要するに一つとして答えない人もいますので、そういうことになっています。これは第一言語の割合ですけれども、次に言語能力を別の調査で見てみますと、ですね、アラン語についてですが、アラン語については、これは2歳以上人口なんですが、あ、ごめんなさい、これ同じ、これは15歳以上人口ですけれども、わかるという人は、78.2%、話すという人は、56.8%、読むは59.4%、書くは34.8%というふうになっています。その次にカタルーニャ語について、これが別の調査ですけれども、これは2歳以上の人口を対象にした調査、別の年に行われた調査ですけれども、これによればカタルーニャ語については理解するという人は91.2%、話すは69.8%、それから読むは65.3%、そうですね、ごめんなさい、それで書くが48.7%というふうになっています。最後に、スペイン語ですけれども、これについては理解するというのが99.7%、ほぼ全員が分かりますと。それから話すというのもほぼ全員98.5%、読むについては94.6%、書くは90.6%という形になっています。
で、これはどういう以上のデータから何が言えるかというと、アランダムの住人の主要な第一言語というのは今公用語に指定されている3つなんですけれども、住民の多くはこれら3つの言語を非常に高い水準で用いている、いわゆる多言語話者だ、そしてアランダムの社会というのはそうした多言語話者から構成されている多言語社会だということになります。で、まあ、こうした状況がどういうふうにもたらされたかということなんですけれども、一つの大きな理由は学校教育です。学校教育における多言語教育が、大きな理由の一つです。でアランダニというところには、1万人程度のところなんですけれども、小学校、正確に言うと小学校とその前の就学前教育、3歳からですけれども、これが一緒になった小学校が10あります。でそのうちの9つは、まあ、いわゆる集落ごと集住しているポイントごとにあります。で、一つ大きなものが先ほど言ったビエリアという中心地にあります。これ一番大きな規模で、ガローナという小学校ですけれども、その小学校では、今言ったように3歳児から5歳児までを対象とする就学前の教育、それから6歳児から12歳児までを対象とする初等教育が一体化して行われています。学校は児童数は500人ほど、教員は50人程度です。でここで行われている多言語教育についてこの後少し見ていきたいと思います。で、小学校に入る前ですね、就学前の教育、それでは、あるいは、まあ、あの就学前とそれからこの後に言う小学校の 1,2 年生低学年と言っていますが、 1,2 年生では規定学習言語をアラン語というふうに決めています。つまり、まあ、アラン語を最初に学び、アラン語を足がかりにいろんな言語へ行くということです。という意味で規定学習言語と言っていますけど、これはアラン語です。で、就学前の教育の場合は音楽それから体育についてはカタルーニャ語で、から宗教、まあ、あるいは宗教を受けないというふうに選択した場合、その代替科目ですけれども、これをスペイン語で行っています。それから5歳児からは 5歳児というか5歳になると、フランス語の授業が週に2回入ってきます。これは就学前の状況です。で次に、小学校低学年 1,2 年生の場合ですけれども、これ週あたり言語で見るとですね、アラン語で行うものがアラン語という科目があります。これが4、それ以外が14、それからカタルーニャ語が6、これはカタルーニャ語という科目が2時間と、それから音楽と体育はカタルーニャ語でやると、それからスペイン語については4時間、スペイン語という科目が2時間に宗教の時間、あるいはその先ほど言った代替科目が2時間ありますので、これが4時間、そしてフランス語は引き続き2時間、週に2時間というふうになっています。でこれ中学年になりますと少し変化が見えてきます。中学年では、アラン語、カタルーニャ語、スペイン語、フランス語、英語の授業がそれぞれ週2時間ずつ行われます。でそれに加えて社会と文化という時間がありますけれども、これがアラン語で、それから自然環境、まあ、理科のようなものだと思いますが、理科とか地理ですけれども、これの授業はカタルーニャ語で、それから算数の時間はスペイン語で行われます。それから図画工作の科目はフランス語で授業を行います。ですので、言語ごとの配分は、アラン語が8、カタルーニャ語が8、スペイン語が8、フランス語が4、英語が2、これはまだ科目としての2時間だけですけれども、というふうになります。ごめんなさい、飛んじゃいました、ね。で、今度、高学年ですけれども、これもほとんど中学年と同じですが、それの中学年の時に加えて、英語、
で体育の授業をやるようになります。ですので、先ほどのカタルーニャ語の8というのが、これ中学年では体育は、カタルーニャ語でやってましたが、この2というのが英語に移動しますので、ここだけが違うということになります。で、その小学校の卒業時には、3つの公用語で十分なコミュニケーション能力を持つこと、それから2つの外国語、この場合だとフランス語と英語ですけれども、を道具的に用いる能力を獲得してくださいということが、まあ、いわゆる日本の指導要領的なものでは謳われています。で、まあ、こういう形で多言語教育が成立しているわけですけれども、で、まあ、なんでこういうことができているかというと、ということを少し、まあ、3つほど提示したいと思います。で、まずこれは言うまでもないんですけれども、言語的な近さというのがあります。アラン語、カタルーニャ語、それからスペイン語はその接触の歴史も長く言語的に非常に近いです。で、もちろんフランス語もロマンス語の一つですから、この3つ以上の3つからの言語的な距離というのは遠くはありません。唯一英語は少し距離があるようですけれども、まあ初期システムのことを考えれば学習上の負担はまあ許容できる範囲だというふうに言っても構わないと思います。それから2つ目ですけれども、これは現実との距離があります。まあ学校やそれから子どもたちを取り囲んでいる現実との距離で、学習対象となっている言語というのが現実の仕様と結びついているということです。で、特定の教科をある言語で教えるという方法論については説明した通りですけれども、それだけではなくて、英語を除く4つの言語というのはアランダルの社会では日常的に使われています。3つの公用語はもちろんですけれども、フランス語についても先ほど言った理由で冬季に非常に多くの観光客が来ますので、それに接触する、生身の人間に接触する機会は非常に多くあります。ですので、児童は教室の外でこれらを使う、機会というのを日常的に持つことができるということになります。それから3つ目としては、言語的な多様性に対する肯定的な価値観が、社会的に共有されているということを挙げることができます。先ほど説明したように、アランダニ自体多言語話者から構成されている多言語社会です。で、そのあり方に価値を見出しているからこそ、学校における教員すべてが確信を持ち、共同して多言語教育を進めているということが言えると思います。で、このことをよく表している、言葉がありますので、これを最後に引いて私の短い報告の終わりとしたいと思います。学校での諸活動におけるコミュニケーション言語としての、また学習言語としてのアラン語の使用を強化すること、これは特別な目標ではなくて、教員組織の一般的な目標の先頭に挙げられているものです。つまり特に言語について言っている目標ということではないんですね。ではなくて、一般的な目標の先頭に挙げられているもの、これことが、その先ほど言った、価値観が共有されているということを非常によく示しているのではないかと思います。私の報告は以上です。ありがとうございます。